皆さんこんにちは、ニニケです。こんにちは、カジュアリー住んでいる外国人サポーです。今天我们将在主场迎战大阪ガンバ J1 の第26節ガンバ大阪戦です。前節が雷雨で中止になったので、今日はフレッシュな状態でガンバを迎え撃つ準備を整えています。相手のエース宇佐美選手が寄付するかもしれません。ディフェンスにはかなりプレッシャーがかかるでしょう。フルトンと山下のサイト突破にも注意が必要です。相手ガンバもジエゴとサビオをマークしてくれるでしょうね。でも右サイドの島村と柿田選手のコンビが鍵を握ると思っています。右サイドがうまく連携してくれば得点に結びつくようなプレーを期待しています。はい、ガンバ大阪、1991年にパナソニックサッカー部からプロ化されてオリジナル10として J リーグに参加しました。2005年にようやく J リーグ初優勝を果たしました。2008年にはアジアチャンピオンズリーグで優勝してすっかり強豪チームになりました。2014年に J リーグとルマンカップ天皇杯優勝で日本サッカーで大きな話題になりましたね。すごい。今日はどこから来ましたか？今日は奈良県から来ました。はい、お疲れ様です。 ありがとうございます。カシワのスタジアムは初めてですか？あ、いや、何回か来たことあります。あ、どうですか？あ、いや、めちゃくちゃいいスタジアムだと思います。ありがとうございます。はい、今日の試合で注目の選手は誰ですか？ガンバの選手でいいですか？あ、はい、ガンバの選手だと宇佐美選手がやっぱ今日は注目してますね。はい、はい、柏レイソルの注目している選手いますか？柏レイソルはやっぱ細谷選手、うん、ありがとうございます。はい、今日の勝敗予想はどうですか？今日の勝敗予想、2対1でガンバ予想です。ありがとうございます。はい、こんにちは、レギュラーさんたち。こんにちは。今日はいっぱいいます。いっぱい連れてきたから。今日はいっぱい連れてきたよ。私のリーダージュンさんです。どうぞ。今日もよろしくお願いします。あれ見て、あれ見て。今日の注目の選手は誰ですか？今日はね、はいはい、サブに入った手塚。あ、はい、そうです。そこ一本、そこだけ、はい、同じで手塚さん。ちょっとやっぱ見てみたいなって。いや、逆に今のチームのフィーリングとどんな感じかなって見てみたいっていうのは個人的な感じですけどありますね。で、じゃあボンさんここで。でも逆に、うん、犬飼と古賀のセンターバックコンビ、あ、やっぱこの長い長いあの休暇の間に、うん、ちょっと守備力の強度ちょっと上げてほしいなっていうのはあったんで、うん、ちょっと見ものですね今日は。井原さんのね、まあ、井原さんの点取られないように、点取られないように、まずはそれで次回で、はい、じゃあ柿田と真央だろうね。まあまあそうね、もう言うたらそこだろう。だってサッカーは点取らないと勝てないんだから。これよりはねえ。で、青い何よ、はい、青い誰？俺はジエゴ選手とサビオ選手。ああ、縦のね、ブラジルね。頑張ってもらおうね。頑張ってもらおう。そう、まあ、そこはもういつも頑張ってもらおう。いつも通りだから。はい。娘さんも好きな選手。今日の好きな選手を。どうぞ。好きな選手は。好きな選手は古賀選手。今日も古賀選手ね。はい。じゃあ、マコ好きな選手は？マツケ。うん？マツケ。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 すごい。まだ誰だ？サビオ。サビオ。前向いて。もう一回。サビオ。はい。誰だ？うん。サビオ。うわ。サビオ、高いな。いいよ、大丈夫。じゃあ、そこで。次の選手。サビオ。
すいません、島村選手です。上杯予想もお願いします。一番難しいんですよ、いつも言いますけど。皆さん分かりますか、勝敗予想。今日はでも勝ちます、今日はもう勝ちますよ。じゃあとりあえずジュニアさんお願いします。俺か。今日打ち合い3対2レイソル、それで打ち合いで負けましたからね。そういうことか、うん、でもディフェンス頑張って柿田と真央で取ってもらうってことで4-1ぐらいいっとこうか。おー、守備が1点取られるんだ。そこはもうしょうがない。なるほど、そこはもうしょうがない、まあ、そこは見よう。でも自分はもうセンターバックコンビにね期待しちゃった分、もう無失点ゼロでいきたいんで、あ、まあ、欲張っちゃうかな。欲張って今日はね、あ、どうぞ、今日は今日は 5-0 で。私はね、前回浦和が、ね、中断してたんで、ね、雷でなっちゃったんで、そうです。だから中断明け一発目ということで、はい、3-0で、うん、3-0でいきましょう、はい、もう宇佐美さんには決めさせない、うん、決めさせない、うん、島村くん大好きなので、出てほしいので、じゃあ3-0で。あ、ありがとうございます。一緒だ。おいわ、2-1でレイソルが勝つと思います。ありがとうございます。みんな勝ちようと思う。あの、ベストイレブンは、うん、お願いします。歴代の、はい、うん、それは個人的な歴代のでよろしいですか。うん、大丈夫。じゃあキーパーからいこう。あ、キーパーはね、ちょっと前だけど南優太。ああ、好きだな、うん、ちょっと去年かな、引退したの。同じぐらいでいいか。じゃあ私次いきますね。あの、私明神が好きなんで、明神で、あ、センター、そう、センターハーフぐらいで。じゃあセンターバックにします。センターバックね、でも近藤じゃない、近藤直也。そう、うん、俺名字言ったんで、その前で。じゃあトップ下で、ああ、大野春高出ようよ。おー、なるほど、古いね。分かるやつしか分かんない。それはもう分かるし、分かんない。センターフォワード、うん、葵に行ってもらって。ああ、センターフォワードはオレンガ選手です。オレンガ、いいね、化け物だね。まあオレンガね、もうそのセンターラインがあればもう無敵だね。まあ、そうですね、5人で十分、うん、そう、はい、まあ絶対勝つんで、まあ今日は負けられないんですけど、はい、まあ対戦お願いします。レイソル勝つぞ、はい、いくぞ。
ありがとうございます。今日の試合は終了しました。約3週間ぶりに試合を行いました。今日はすごく暑いですね、暑かった。日立大のゴール裏は暑い、天気も暑い。今日の試合で後半は、攻撃はすごいですね。ガンバ大阪のゴールキーパーの一森に何度も止められました、得点を決められず悔しい道路に終わりました。今日の試合を見て、今のメンバーはよくいいと思いますね、次の試合頑張ればぜひ勝ちます。次の試合は湘南ベルマーレ。レモン We are coming。 試合の後でライブ配信中の先輩ビンヒマ夫婦に挨拶できて喜んでいました。